こんにちは、大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日ですね、税務相談 Q&A、 生前贈与を受けた扶養から外れるというテーマですね、お話ししたいと思います。このチャンネルでですね、大家さんの税務相談 Q&A を1日1つずつですね、解説しております。私がですね、2010年からメルマガで書いてきた内容を厳選してですね、紹介しております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、押していただければと思います。それからメルマガの登録ですね、こちら無料になっておりますね。こちらもですね、ぜひ登録していただければと思っております。では今日のですね、質問になります。父から現金200万円の贈与を受けました。贈税の申告をして贈税を納めたんですよ、ということですね。110万円を超える贈であれば、贈税を納めることになりますね。それをやりましたよと。現在私は夫の扶養に入っているのですが、この贈与をもらったことによって扶養から外れることになるんですか、どうなんですか、というような質問になってきます。でそもそもですね、扶養とは一体何なのかというとですね、これは主にですね、2つの意味があるのかなというふうに思ってますね。所得税上のですね、この配偶者控除っていう側面から社会保険での扶養、この2つの意味合いがあるんじゃないかなというふうに思っております。まずですね、じゃあ所得税の配偶者控除の要件っていうのは何かというとですね、いろいろある中でそのうちの1つにですね、合計所得金額48万円というのがあるわけですね。だいたいね、お給料の年収でいうと103万ってことですね、103万円かっていうのがありますよと。この要件満たさないと配偶者控除48万円というのが受けられなくなっちゃいます。これ受けるのはこの扶養している方ですね。今回で言うと旦那さんですね、夫の所得税住民税が受けられないって話なので高くなっちゃいますよと、控除できないということで高くなっちゃいますよということになります。ただしですね、ただし配偶者特別控除が適用できる可能性があるので、必ずしも103万円じゃないと控除受けられないってわけじゃなくてですね、それよりもですね、オーバーしてもですね、配偶者特別控除でですね、控除できるっていう可能性はありますよということになります。それから社会保険での扶養の要件ですね。これ何かというと、原則ですね、年間の家賃、年間の収入ですね、130万円未満でもですね、年間の収入130万円未満であること。で、この要件満たさないとご自身ですね、社会保険、国民健康保険とか国民年金などですね、これ負担しなければいけないですよということになるわけです。で、はっきり言ってですね、この社会保険の扶養から外れることの方がインパクトは大きいと思います。国民健康保険の国民年金を自分で負担するっていうのは結構ですね、金額入ります。ただですね、ただそもそもですよ、そもそも生前贈与は収入じゃないですからね、そもそも収入じゃないですよということです。所得とかこの収入っていうのは所得税の所得とか収入の話なんですよ。贈与とかあと相続もそうですね、相続で財産もらいましたよとかっていうのは財産が引き継いだっていう話ですから、収入にはカウントされないということになります。なので今言ったこの配偶者控除とか社会保険の扶養、いずれも外せることはありませんので、なので、安心してくださいということですね。あくまでも贈与とか相続でもらった分は収入じゃないですよということですね。だから扶養と、ね、その判定とは関係ないですよということになってきます。